こんにちは、エソテマです。今日はエディングのはずが、なぜか野猿釣りで根に入られてるし、何やってるんでしょうか。言い訳しますと、あまりにもエディに反応がなくて、お隣の野猿達人が両型のアオリイカを数杯あげられたのを見て真似した結果がこのありさまなのです。息のストロークが長いので、最初はサメかエイじゃないかと思っていたのですが、根に潜られたみたいなので大型の根魚じゃないかと都合の良い想像をしています。尻尾付近の前後に小さな釣り針を刺してはいますが、しっかりフッキングしてるか不安が残ります。根に入られる前にバラすの覚悟で強引に巻き上げるべきでした。もう出てきそうにありませんね。根に潜り込んで出てきそうにないので、ラインブレーク覚悟で引っ張ります。道糸が海底の岩に擦れて切れてました。時間を遡り、午前4時半釣り開始です。夜明け前後が地合いなんでしょうか。釣り場の護岸は釣り人でいっぱいです。エギングしてる人もいますが、ここの釣り場はアジの泳がせ釣りや野猿釣りの人の方を多く見かけるような気がします。左隣の釣り座では、野猿仕掛けで、アオリイカを狙ってます。前日の予報では、雨の予報だったけど、この後、曇りから、まさかの晴天。今日のコンディションです。台風3号が日本へ接近して、大阪では G20 サミットが開催されたこの日、浜田は暑かった。トランプさん、機嫌よう、してたかな?野猿の達人は、正午までに、アオリイカを5、6杯あげてました。野猿を投入するまでは、イカに違和感を与えずに泳がせる必要があるので、お祭りすることを避けるために、周りの釣り人は、仕掛けを回収する方が、良いと思います。Thank you.
やっぱり。いい声だったね。なんかシンクロしてるなと思う。ごめんね。エギが絡んだのも何かの縁ということでいただきました。アオリイカう、ありがとうございました。つらんかい、自由ツッコミはご遠慮ください。ありがとうございました。なかなかいいサイズのメスのアオリイカでした。達人の話によると、ここのイカは釣れてて、エギにはなかなか反応してこないらしいです。そんなわけで、めっちゃ久しぶりに、野猿釣り、やってみました。野猿の釣果は、さっき、ご覧いただいた通りでございます。玉網の中で大量の墨を吐かれたので、よく洗います。残念、キロアップ出ませんでした。
野猿の達人に、いただいたイカは 1.3 キロありました。納棺間際に、秋イカサイズがヒット。正午過ぎに雨が落ち出したので、2019年の春イカシーズンはこれにて終了。